小学校で先生をしてます。6年生の担任です。本田さんが先生だったら子供たちに一番伝えたいことを教えてください。大きな夢を持てって言います。簡単じゃないんですけど、でもあえて言います。大きな夢を持ってほしいと。で、やっぱり人生っていいことだけじゃなくて悪いことの方が多いじゃないですか。でもその時に支えになるのが今言ったやっぱ大きな夢なんで、で僕自身がやっぱそうだったんで、実体験としてそれだけが正解じゃないのは分かってますけど、僕がシンプルに一番伝えたいことを何かって言われたら、やっぱ大きな夢を持ってほしい、それはそして周りから笑われるぐらいの大きな夢を持ってほしいってことを言います。